そうしたけいや。言ってくださるんですか。チュールしましょう。チュロルズ4対バボストです。バボスト、バボリンズとオネストの多分コラボチームです。さっき負けました。ただアケビの調子今日やばかったです。本来多分アケビがブロック立て続けに3本ぐらい止められてフェイントしかできなくなってメンタルボロボロで負けると思います。うわー多分ネットに3本かけて、メンタルがダメになってフェイントしかできなくなって負けるパターンで、でフェイントも叩き落とされるっていうやつ。危ない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 。身長制限設けろ。ビーチバレー180超えてる人はもう180以上の大会をしてほしい。切実な願い。超えた。で今回の試合で僕気になる点が2つあるんですよ、はい、1つ目が田尻さん、なんか変装なサングラスとメガネと団子作って変装が臭すぎる件について。変装なんですか。うん、変装してほしい。声出したらダメ、うん、何も言わんようにするともう一個みんなも気になったと思うけど、バボのあのデブのおばさんがむちゃくちゃ痩せていく件。確かに。だいたいビーチ来たらさ、ビーチハウスの方から今日あバボおるな、でバボおるなっていうのはあのおばちゃんでみんな見分けたはずなのにもうわからんっていう。辛いことがあったのかな、わからん。でも急にじゃないが徐々に、うん、ダイエットしよう。やな。でもあそこまでまず太るっていうのがすごいじゃん。太る前にまず病気になりそうやな。確かに太るのも才能と思うよな。お調子上げてきたか。まず1試合目やばかったんよね。アケビ、うん、林たちと試合で赤石さんに全部止められてフェイントをしてフェイントも止められるっていうやつになってた。それがケビの持ち味だけど、でけえなやっぱあの人。お前さっき変わっとけや。おいなんでここで今温存するの。この人の方が上手かったらごめんっていう。お、なさそう。もう変わったやけど。何味見ぐらいで買ってきました。前衛もリベロ制度みたいな設定をしてサーブカットの時とサーブの時で。あ、おすごかった。アキリさんもはや自分のコートの踏んどって遠投したみたいな。でもこれ画面が全然見えんけんどこ撮っとるかわからん。あ、まあ、それあるね。お、え、俺はここにボコボコにされたんやけど、どうしよう。何点やった？1桁。てか俺のトスがマジヤバすぎ。全部相手コートに行く。なんかレフトで芝子さんにあげるっていうやつやってるの、うん、この間さあーここめっちゃ逆やけ上げにくいなと思って、うん、まあでもチェンコしたらいつもと一緒かって思ったら、うん、チェンコせん、あんまチェンコしても結局逆やんってなって、うん、積んだ。右じゃない、左にネットがあるっていう状況。本当に球団生なんだ。あー入った。団子の上に帽子があるけんさ、
ツバが低くなってメガネとツバの間がなさすぎて気持ち悪くない？浮いとうみたいな。あ、いいね。あいつボール見るときめっちゃ見上げようけん見えんちゃうよね。やりにくそうですね。やりすぎさっきよりでも全然形になってきた。なんなんでチンコやろ。行ってきます。うん、エリカ元気？めっちゃ元気ビデオもないです。ビデオ？え？あ、ナナ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 チェンコらしいですなんか日に当たったとこは暑いけどさ、日陰のとこは寒くない？なんか砂がやばい。なんか夏に氷の上に立っとうときと一緒の感覚になる。日陰、夏に氷の上で立つことはあんまなくない？あるよ。あの3個例えて。3個、うん、例え普通になんか設営しょってきとかに、うん、QBL が氷捨てとるやつの上に乗って遊んだりしょ。おー、1個はあったよね。うん、あったあった。俺もやったぜ。あと2個、あと2個はなんか友谷さんが魚釣ってきて、うん、その氷なんかいいよっつって。ほぼ一緒やんほぼ一緒やんそれもいいよって言うといいよ、乗ってもいいですかってなると。そう、これ乗ってもいいやつですかって。あ、いいよ、ただ焼き。お、あ、上すぎんだよな。まずさ、ああいうことできるのダメでしょ。ポンやればいいやん。無理やもん、身長制限設けな。無理、行けたくために身長あってもできんけんいや、あんだけ、あの人は飛んでねえもん、あのレベルの人になると。あの、トモパワーズのあの、でかい人という。確かに。でも池田くんもさ、飛んでないやん、全然。うん、だけ、あの人ぐらい身長あったらいける。お、うまい。誰が触ったの？朝ごはん食べ忘れた。まあなんとかなる。え、西畑頑張って。いいとこやん。そうなの？ほんと地味。パンティア作れよ、パンティア作れよ。マジさ、あれで決まるとダメって。制限設けよう、あれなしっていう。分かってるけど取れんやんな。いった。あ、ここ強い系なの、この中学生みたいなバックボーン。前がうめえ、なんかゴリゴリだった。やれないとチームのコスト考えて前衛のやつゴリゴリ入れたらバック結構年齢が下がってしまったってなっちゃうので。おっ、違うちゃう。最高とかいいし。あ、ボールインシュー。アキビのあの走り込みチャンスボールはなんなんやろ、ね、一生やるよ、やるんやろ、ね、ちょっと体力下がるっていう。ずっとやってそう。点数分からんけどチェンコしました。なんなんか見える？見えんかろう、さっき見てきて。エリカ置かれたらしいよ。ちょっと、お、ナイス。ここでミスってたんだよな、さっきのアキビは。あれ俺の10対10、はい、
マジまたあれで決めた。ダメだって。4点目とかでしょあれで。いいよね。えでもただ違うことだけど。ね。15対10、16対10。あれ同好会チーム、このカラフルで、うわ、どうやろ、違うと思うけどな、見たことないもん。なんか向こうにおったんですって、この人たちだけ。おったんですか？え、おったんよ。このカラフルの向こうの方に、同好会とは別に、だけど多分なんか別だと思いましたけど。まあ同好会。豪華シティって書いてある。入った？寒い。ちょっとカリンさん見るイベントしてくれ。はい。ナイス。座ろ。持ちましょうか。いや、いいよ。これ座ったら見にくいとこあるかいな。変わらんよね。そんな変わらん。今座ってます。また一瞬で変わるんや。終わったんや。あのおっちゃんも出るんかな。白のおっちゃん。白のおっちゃんがもう出るんかな。え、出ないでしょ。監督で貫禄が何対何か分からんけど、多分12対、はい、21対12予想。ああ、ちょっと過大評価しました。11対21で負けです。お疲れ様でした。